通り、ロスの人が見るべき動画がこちら。プレイのナダルにここまで対抗できるとか本当にすごい。こんなんドロップかと思うやん、すごすぎるわ。フェデラーもこれめっちゃうまい。錦織ってよくマレー怒らせるよな。ただマレーが引退すると言った時に、一番悲しんだのは錦織くんだった。なんでこんなに動き続けれるねん。レベル高すぎて、もう笑うしかない。ジョコビッチが振り回されてる。この時の錦織強すぎ。ブーメランスネークか。多感なカイドウが使う技じゃないか。ノータッチエース。次元違いすぎててもう笑うわ。最後の笑顔かっこよすぎるだろ。絶対絶命の状況でもあれだけ攻めに行ける勝負強さと、諦めずにどんどんポイントを取っていく。メンタルもそうだし、すべてが錦織のいいところ。めちゃめちゃかっこいい。